こんにちは、ひろくん TV です。山桜の撮影途中に寄った道の駅直川でげんちゃりの旅をしている若者に会いました。どちらから見えました？兵庫県から来ました。おお、もう何キロ走りました？どうだろう、何キロや。1日200キロ、300キロを1週間、今日で9日目ですね。すごい3000キロ近く。おお、頑張ってます。ありがとうございます。元気で。ヤマハと鈴木。はい、わかりました。楽しみにしてます。ありがとうございます。道の駅直川から釜江浦の方に移動しました。山桜は散りましたが、これからツツジの時期を迎えます。正面には屋形島、屋形島の後ろに猫がたくさん住んでいる深島があります。赤石山は頂上まで車で行くことができます。足の不自由な高齢者でも展望所まで上がることができます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。